桜橋と桜橋桜橋は埼玉県秩父市別所と同地下都町の間で荒川に架かる秩父市道幹線51号の橋である。すぐ上流側に桜橋の急遽である桜橋が秩父市道中央625号の橋として架かる。元橋は荒川河口から1 2 4 1トルの位置にかかり1994年開通の新橋である桜橋は 総延長278.0メートルの鋼 PC 混合橋で右岸側の公共は、橋町168.9メートル、総福院10.75メートル、有効福院9.75メートル、車道7.25メートル、歩道2.50メートル、遠赤の幅0.25メートル含む最大島町58.0メートルの3景間の連続後半桁橋である。 歯間割は55.0メートル、58.0メートル、55.0メートルである。橋の高さは水面から18メートルである。照明塔は9基設置されている。歩道は下流側のみに設置されている。その歩道の中ほどに橋から降りる階段が設置されている。車道には1.5%、歩道には2%の横断勾配が付けられている。左岸側は 橋長109.1メートルで公共と同様の福音を持ち、やや左向きにカーブした曲線橋で6景観の PC 橋である。高欄には桜や秩父岩桜のパネルが随所に設置されている。橋の管理者は秩父市である。橋は両岸で高低差の異なる橋段球面同士を結ぶように掛けられているため、右岸側と左岸側に高低差があり。 市街地側に向けて、緩い上りの縦断勾配のある橋で、橋の東詰めを東に進むと、お花畑駅と西部秩父駅の間を通り、国道140号の秩父地方庁舎、入口交差点に至る。西部観光バスのミューズパーク線の走行経路に指定されている。右岸寄りのバス停は、桜橋バス停がもより、一方の1五十九年開通の急業である、 桜橋は別所地区の生活道路の橋で、橋長132.8メートル、総福に4.0メートル、有効福院3.5メートルの3景観、連続桁を2本つなげた形の6景観の RC、鉄筋コンクリート連続桁橋で、仮設当時の失業対策事業による手作りの橋で、ある。欄干の衣装は異なるが、 カル側に同時期にかけられた竹雪美橋とよく似た会見をしている。通行制限があり、重量制限も竹雪美橋と同様の2.0トンで、その旨を示す標識が橋詰めに設置されている。福音が3.5メートルと狭いので橋は交互通行だが、橋の中央部に行き、違いのため福音がやや広くなっている箇所が設けられている。荒川の川底低下に伴う、 橋脚基礎のフーチングの露出が見られる。荒川の流路沿いの低地に架けられた橋で、取り付け道路は、左岸側が直線的な線形に対し、右岸側は高低差の大きい段球がけに接し、その地形に沿うようにクランク状に屈曲した線形、及び、縦断勾配を有している。橋の管理者は、秩父市である。橋を通る路線バスや、コミュニティバスなどの公共交通機関は、 設定されていない。桜橋は、橋の全長は278.0メートルで、秩父市管理の指導の橋梁としては最長である。桜橋1897年に、下別府地区と、旧大宮里の便を図るため、桜の渡しと呼ばれた渡し場が、現在の桜橋が架かっている場所のやや上流の位置に、新設された。都線は、両岸からワイヤーロープを張り、 そのロープと船をつないだ鉄製の和船の栗船を運航し、渡船の利用者がロープを手でくることで対岸島を行き来していた。冬場の減水機は仮橋を仮設していた。この渡し場はさらに上流に位置する、浜まりの渡しと同様に死人及び遺骨ともしは乗船できなかったと言われている。なお、浜まりの渡しは1752年に開設され、 第二次世界大戦後に中止された船一層を有し、影森村と別所村が運営する施設の都線上で、付近の別所側の川岸で、ハマグリの化石が出土したことからその名が付けられた。秩父地方は大昔は海の底であった。桜の私は1959年に桜橋の仮設により廃止された。桜橋の基礎工事を行う別所村区民、木工を担いでいる。 荒川砂岩の別所地区は周囲に橋がなく陸の孤島のような場所で対岸へ渡るには、友江川橋かちちぶ橋へ大きく迂回しなければならず、戦前から河橋が絶望され、1936年より河橋運動が行われていた。地元有志が河橋運動に没頭する、あまり倒産するものも出た。 戦後からの住民による地道な基金運動の末100万円を積み立て、1955年春に桜橋下京規制同盟が結成された。その情熱に打たれ、市議会は1955年秋の全員協議会の満場一致の協賛を得て、下京を決議し、桜橋は緊急失業対策法に基づいて、労務省に申請し、 秩父市の失業対策事業の一環として1956年度より、公費1300万円の鉄筋コンクリート橋の仮設と、その取付道路の工事を、市の2カ年継続事業として実施されることとなった。それを受け、1956年1月12日より、橋の基礎工事に着手され、別所部落民も数十名が、勤労奉仕隊を結成して、工事に参加した。 また、勤労奉仕隊以外の作業員はいずれも出業した人たちで一人240円の日当が支払われた。施工主は秩父市で荒川本流をせき止めつつ基礎工事が行われた。1956年5月15日には秩父市長らが案内の元倉石労働大臣や荒船代議士らが橋の仮設現場を視察し、失態作業員や 金労奉仕隊を激励し、別所住民も万歳参照で大臣を歓迎した。1956年10月1日より橋の仮設に着手され、1957年5月にかけて行われた。延長140メートル、福音7.0メートルの左岸側取付道路の工事も1957年度までに行われた。百五十八年度は延長百二十メートル、 福音5.0メートルの右岸側取付道路のうち358.64メートル区間の工事が行われた。1958年11月8日、橋の観光式が11時より挙行され、市長をはじめ関係者百数十名が出席した。式典は、秩父神社神職による終末や建設功労者の玉串拝礼等の新人の後、 三世代家族による渡り染めが行われた。1959年3月31日に橋が全面開通した。資材費は1041万8000円で取り付け道路を含めた、総事業費は2400万円で、国庫負担は1200万円であった。九州人員は45223人にも上り、これほどまでに大規模な失業対策事業は全国初で、 全国的に見ても他に類を見ないほどの規模と評価され、全国のモデルケースにもなった。あまりの規模の大きさに、当時の主幹大臣もその模様を視察するまでにもなった。市の失業対策事業は、桜橋の仮設の他にも、街路、道路の整備や水道、排水路の整備や環境衛生事業などが1953年2月から行われ、経済状況の好転とともに、 段階的に規模を縮小しつつ1967年にかけて実施されていた。この橋は1965年8月25日の台風の洪水によって潜屈され、サガンー兄弟の損壊や取り付け道路が崩落する被害が発生した。荒川の砂利ランクツが稼働の変異及び流速を上昇させ、その被害を助長させたと見られている。 橋は四輪車以上の車両は通行止めになり、路線バスは竹行き美橋に迂回する措置が取られた。被災箇所に土納を積むなどの応急処置がなされ、1966年2月に復旧工事に着手された。失業者たちの汗の結晶とも言える桜橋は、川下に新橋である新桜橋が架けられた際に廃止も検討されたが、現在は桜橋と名を変えて存続されている。 今後橋の修繕が見込まれていることから、当面は新橋の仮設や存在を理由とした橋の撤去はないものと考えられる。橋の床板の背面にコンクリートの剥落により内部の鉄筋の腐食や露出が見られるため補修が望まれてたが、2017年9月より翌年3月まで桜橋の補修工事が実施されている。施行は山口組が担当した。後日、 2019年9月2日に秩父市より令和元年度の秩父市優秀建設工事施行者として桜橋補修工事及びその施行業者が表彰された。コンクリートの劣化や鉄筋の腐食など橋が老朽化しているため橋の両爪に標識や幅2.3メートルの車止めが設置され2017年10月1日より重量制限が実施された。 重量制限は6.0トンから2.0トンに引き下げられ、それ以上の車両の通行は禁止される。桜橋社社会化により、朝夕の通勤時間帯を中心に橋が混雑するようになり、1984年頃から住民から橋の掛け替えの請願や陳情が繰り返された。そして桜橋が架橋から30年が経過し橋が老朽化したことと、 片側交互通行ということもあって、車両の大型化や増加する交通量に対応できず、時代にそぐわなくなったことから、秩父市が事業主体となり、総工費8億7600万円をかけて、新橋である新桜橋の掛け替え事業に着手し、1987年度より、両岸の取り付け道路の用地買収に着手した。1989年に、橋の建設に着手され、 急遽の下流側である、現在の123景観連続、非合成後半桁橋及び PC プレテンション方式 T 桁橋として仮設された。橋の施行は、石川島張間重工業が担当し、仮設工法として自走クレーンベント工法が用いられた。また、左右両岸に長さ130メートルの取り付け道路が新設された。橋は、 着工から6年後の1995年3月に、竣工し、同年3月18日開通した。開通式は地元国、県議会議員や土地提供者など関係者200人が出席し、まず開通を祝う式典が行われ、次に交通安全祈願やテープカットや、くす玉回避が取り行われた。そして3組の3世代家族による当たり染めが行われた。橋は、 同日15時から一般教養が開始された。この橋の完成により、荒川を隔てた右岸側と左岸側の地域との交通網の強化が図られ、別所地区における通勤・通学ラッシュの混雑緩和にも寄与した。現在はこの新桜橋を桜橋と呼ぶ。桜橋より下流方向を望む周辺は、貸し段球一で両岸に段球崖が見られる。 右岸側の断球崖は高低差が大きく、その断球崖を登った断球面上には秩父の市街地がある。川原は稼働低下による護岸の旋屈現象や砂礫の固定化による樹林化が見られる。ありがとうございます。